2020年5月29日森の方くん、こんにちは。森の妖怪くん、こんにちは。今日はいい天気、木漏れ日の中から。第一馬の背から石滝を望む。緑が濃い濃い濃い。あれ、こんなところに一輪だけ。こんなツツジが。妖怪くん、竜の頭、天を貫く。森の猿田彦さん、プラトンさん、こんにちは。猿田彦さん、プラトンさん、水の御大金跡、千草忠明教。森の萌くん、こんにちは。萌くん、南無地蔵菩薩御尊顔に。新緑、燃え上がる青葉、すごいね。生命の神秘、すごい。この強烈な緑、すごいね。他のツツジも、もう最後です。今年のツツジももう見納めだけど、今年は新型コロナの感染拡大の中で何度も何度もこのツツジが丘に来ることができました。ありがとうございました。このツツジはほとんど散り落ちた。少しだけ残っているツツジ。ほんとちょっとだけツツジが残ってるね。うぐいすの鳴き声とともに、ながらたまちはえませかんながら、かんながらたまちはえませかんながら。
かんならたまちはえませかんながら。京都の記念です。あなたたちはどこから来たんですか？今いいえ、国、故郷。あ、私はチェコ人です。チェコ人、それからリトアニア人。リトアニアとリトアニア、あ、チェコとリク、はい、僕ね、チェコに行ったことがあるの。あ、どこに行った？チェコのね、プラハとね、それからスロバキアのブラティスラバ。昔チェコスロバキアだったでしょ、うん、で今はチェコとスロバキアに分かれて、ブラティスラバのね、国立美術館で、私の友人が展覧会をして、その展覧会でね、私講演をしたんです、話をしたんです。でそのことがあって、その後、プラハまでね、あの特急電車に乗って行って、とても綺麗な街ね、プラハ。カフカが住んでいて、で僕はあのリトアニアに行きたいなと思って、バルト海でしょ、ね、海が綺麗だよね。私たちの今、日本での滞在先ってどこ？私は京都で。京都？京都ドシシアの留学生です。あ、ドシアのね。私たち、平方の関西外大大学。関西大学。あ、それで、下に住んでいて、すぐ下から比叡山にね、今まで627回目今日登って、で登り降りをして、でいつもこの時間に、で最近、あの動画をね、比叡山のこの状況を、YouTube に上げてるんだけど、この今の状態を YouTube にアップしてもいいかしら？大丈夫？じゃあ、チャンネルは比叡山、この小文字でね、比叡山チャンネルっていうのを見てね、うん、そしてね、あの東山修験道といってね、この東山、ここは東山の36峰の、まあ、一番、北側にあるんだけど、その北側にあるのが比叡山で、あとお稲荷さんまでね、36ピークがあるんですよ。その東山のこう山のこう森林とかを守る運動とかをしていて、このすぐ下に行くと、もうすごくいい、あの台風の影響で根があの倒れているのがあったりしてね、まあそれはあのなかなかあの大変なんだけど、まあそういうようなことをどうやって維持していくのか、次の世代にね、どうやってこう伝えていくのかみたいなことの、あの運動とかをしていて、はい、頑張ってね、関西大学と。で、リトアニアにいつ帰るの？8月の始まり、はい、あれ、じゃ あ, あの関西大学に留学しているのはどれぐらいの期間、留学？もう終わりました。何年間？3年。3年もいたの？日本で1年間だけ。日本で1年間。あなたは今日同志社、同志社では何年？私は同志社。何年？1年でも1年、まだ、授業が終わります。ああ、まあ、もう少し続けるのね。8月、うん、僕ね、あの同志社大学にね、友人がいるの。奥井春香という男性なんだけど、助教で、社会政策学部ってあるでしょ、社会学部かな、その中に教育文化学科っていうのがあって、そこのね、助教をしていて、パリの大学、パリ第五大学というところに3年間留学してて、京都大学を卒業してからね。で今度はあの同志社に行ったら、奥井春香という助教をね、訪ねて行ってみて、そしたらいろいろね、蒲田のことを聞いたら、いろいろと教えてくれると思うから。
あなたの専攻は何ですか？アジア研究。アジア研究。彼はね、淡路島の人形浄瑠璃の研究で博士論文、京都大学で博士論文を書いたから、まあアジア研究の一つは日本研究ですね。じゃあね、あの頑張ってね、あの日本での滞在を有意義に楽しんで、さよなら、さよなら。今日はこういうハプニングがありましたね。リトアニアからの留学生3人がリトアニア、1人はチェコ、プラハから同志社大学や関西大学で学びながら3年間あるいは2年間学んでアジア研究をして、そして故郷のそれぞれの国に帰って、これから彼女たちはどういう人生、仕事、そしていろいろな人たちとの付き合いしていくんでしょう。これからの先行きというのは本当にわからない、見えない。だけど人間が共に助け合って生きていくしかないので、人間だけじゃなくて様々な命、存在、それらと共にあるということを一日も一刻も忘れちゃいけないなと思うんです。ウイルスであろうが、細菌であろうが、何であろうが、この世界に誕生してきて、それぞれの進化や生態学的な意味を持って、連鎖を持って存在してきた、そういうものの計り知れないつながりの深さ、深淵っていうものを僕たちは忘れちゃいけないなといつも思います。美しいこの光景の中に様々なものが息づいている。この寝返る倒木、大変だ。あれは。ここに平坦地があるけども、塚探しにやってきたんだけど塚が見当たらない。よし、どこだろう。この辺りにあれかな、宮地町か。ああ、寝返る倒木を塚と間違った。塚が千草塚を探しているけど、
が見つからなくて、寝返り倒木の群生、群生というのか、寝返り倒木のいくつものものが見つかりました。大きいな。道に迷ってやっと戻ってくることができたけど、もしかしたらこの道を行くのかな。この道は尾根、尾根の下に降りればあちら側に着くけど、ここに塚はあるか。倒木で塞がっていて、あ、鹿骨伝い、あ、それを上から先見ている状態か。あそこに出るのだ。神秘的だと私が感じているところの峰に出てきて、その峰から下の谷に降りる。そしてあの倒木がいっぱいの、そして見晴らしが良い展望台のところ、そこに行き着く。上から降りてきて、そしてちょっと展望できる展望の、そして来た時に、ああここか、10年前に最初の東山比叡山登拝の頃に、ああ降りてきた、ここだって。今日はこの上から降りてきたんだ。キララ坂城、日没、笛の音が聞こえてくる。ここに昔雲母寺お寺があった。笛や研究をしてるんだよね。はい、日本の笛とかを聞いたことありますよね。うん、あります、はい、あります。島崎さんの笛は篠笛ですね。篠笛という笛をね、だいたい江戸時代ぐらいにできてきた曲ですか。これは1200年ぐらい前、比叡山ができてきた頃ぐらいにね、その笛、日本の笛ができたと。庶民の笛。ちょっとじゃあ彼女たちに一曲聴かせてくださいね。え、日本の文化、現代曲でいいですよ。ここは音羽川で、ここから昔の偉いお坊さんたちが比叡山延暦寺にね通ったの。今から笛を皆さんのために一曲演奏してくれます。聴いてみましょう。
ドア側の中で島崎さんの吹く笛の音を聞きながら、この修学院離宮と一乗寺を境界づける音羽川、ここから先は入れません。関係者以外立ち入り禁止です。この音羽川の北側、つまり右手が修学院離宮、これが音羽川の橋。どうもありがとうございます。どうも、どうですか、リトアニアとチェコから来た留学生の皆さん、感想を聞かせて。どんな感想を持ちましたか。嬉しい感じがした。感動した。リトアニアとかチェコの曲とまた全然違うでしょう、雰囲気ね。でもこの今の音楽は現代的な曲ですよね。1200年ぐらい前の平安時代とか、室町時代の曲ではないのでね、ちょっと現代的な感じがします。今日ね、今比叡山に行って、比叡山で会って一緒に降りてきたんですけど、ちょっと今日の様子を YouTube にアップしますのでねまた覗いてください。じゃあ帰りましょうか。はい、どうもありがとうございました。さよなら。Thank you.